はいはい、どうも、くちなまです。頑張って。はい、3回完成したので、立つの？完成しました。なるほ見せど。ていきたいと思います。ここのね、階段も、新しいの、前もらったね、やつに変えました。この方が登りやすいですね。で、電気をつけていきます。はい、まず全体見せていきます。こんな感じ。ちょっと奥の方はね、明かりつけないと見えないんですけど、この辺はモザイクか。まあ、一周するとこんな感じです。さあ、まずこっちから行こう。まずここね、地獄少女のポスター、なんかパチンコの、なんだろう、これ PR するやつでね。はい、クラナーズのクッションとかね、この辺ラキスタのクッション、オレイモとかね、隠れちゃったけど、まあ、ハルヒとかクッション、奥はね人形かな。この辺もね、置けるようにしました。で、クッションね。はい、くれない。紫ちゃんとかね。はい。マリア様が見てるね。サキとかね。この辺も。ありながら、奥は、まあ、トワールとか、その辺のクッションだね。小姫無双とかかな。カノコンとかね。A チャンネル。デジトバスのクド。桜さんのペットな彼女。もう、この辺もね、クッション。菜の花クッションね。はい、リンちゃんね。で、三日月夜空に、四つ葉とかね。はい、アナルね。はい、イカ娘もね、あるね。はい、奥。迷い猫オーバーラン。ラブプラスだね。奥プリキュアだね。この辺もまあクッションだね。この辺いろいろのクッション。はい。で、この辺にもまあクッションだけど、まあダクネスあったりね。で、この辺も、この辺は、人形だね。この辺も人形。ちょっとこの辺隠れちゃってるけど、これ50サーかな。とかね。結構隠れちゃった。はい。で、この辺、慶応のね、お人がずらっと、プリキュアとかね、飾ってありますね。で、プリキュア、これワンピースだったかな。キャラメル忘れちゃったけど、ペローナ。うん。で、スイートプリキュアとかだね。この辺、スイートプリキュア。こんな感じで終わりかな。ね、最後、姫ちゃんのリボン取って終わろうかな。これ、島村で、1300円ぐらいかなって言ってましたね。このクッション。やばいね。買ったの2、3ヶ月前だけど。かなり古いアニメなんだけどね、これ。なぜか売ってたっていう。素晴らしい島村。あとは、あ、この辺はちょっとあるかな。まだ雑に置いてあるけど、ワンピースのクッションとかかな。ケアのクッション。あれは、リゼロのあれか。レムだね。ちょっと見づらいね。よし。終わりかな。うん。はい。以上。3回でした。ご視聴ありがとうございました。